ジョージ・ラムトンは、イギリスの競馬の調教師である。ラムトンは1906年、1911年、1912年に、前衛の平地競馬の調教師チャンピオンになった。またラムトンは卓越した、相馬ガンで、若馬の素質を見抜く才能に長けていると言われ、何頭もの歴史的名馬を見出した。貴族出身のラムトンは、調教師として、真摯の見本とみなされ、 イギリス系和解の長老的な存在として長く実績を残した。晩年まで現役調教師にこだわり、1945年に85歳で調教師を引退し、その2日後に死んだ。ラムトンは第2代ダラム伯爵、ジョージ・ラムトンのご男である。ラムトンはイートン・カレッジとケンブリッジ大学で学業を収めた。ラムトンはシスリー・ホーナーと結婚した。 夫妻の息子、エドワード、テティ・ラムトンも、調教師になった。なお、ジョージの弟のフレディ・ラムトンも、調教師になっている。ラムトンは若いうちから、ハント競争と呼ばれる、両騎馬の競争に、見習い騎手として出場した。ラムトンが、まだ20代の頃、1886年のイギリスに、オーモンドという16戦無敗の名馬が登場した。オーモンドは2ダービー、 セントレジャーを勝ち、三冠馬となった。同じ頃、主に下級のレースに出て10戦無敗の成績を残した馬がいて、多くの人は、オーモン門を優れたサラブレッドだと評したが、ラムトンは10戦無敗の馬の方が、オーモ門ドを超える馬だ、と断定した。その馬は、セントサイモンと言い,い、後に種ボバになって、イギリス系馬市場で、最も影響力のある、シュボバとなった。ラムトンは、 1888年にパラサンという馬にアマチュア騎手として騎乗しパリ大場外で優勝した。1892年に落馬を経験してからは調教師に転校することを決めた。1893年に借を相続したフレデリック・スタンリーは競馬界でのダービー家の復権を実現するために受赦と同時にサフォーク州ニューマーケットにベッドフォードローチ級車を開設し、 ラムトンは、そこの専属調教師の座についた。ラムトンは若い頃から幼駒の素質を見抜く、最期だけは見せていたが、まだ調教師として実績がなく、ダービー伯爵としては大変な抜擢だった。ラムトンを推挙したのは、ダービー伯爵の息子のエドワードで、内気なラムトンに代わって、父ダービー伯爵を解き伏せたのだった。翌1894年、ラムトンは、 ベドフォードロ地球社の隣にあるセフトン牧場のセリー地でカンタベリーピルグリムという品馬を購入した。カンタベリーピルグリムは第16代ダービー伯爵の名義で1896年にオークスを勝ちダービー伯爵の牧場の重要な基礎品馬となった。ベドフォードロ地球社では1901年、そこで隣接するセフトン牧場を所有者のモントローズ、公爵から購入し、 1903年にビクトリア町建築の建屋を備えたスタンレーハウス牧場を開設した。1906年にはヒン馬のキーストーンがオークスに勝った。ダービー伯爵とラムトン調教師の組み合わせはイギリス競馬史に残る名コンビとなり、16代ダービー伯爵の代でこの二人による価値倉は1000以上ある。1908年に 第16代ダービー伯爵が没すると、エドワード・スタンリーが後を継いだ。第17代ダービー伯爵の下で、ラムトンは、イギリスのクラシック三冠競争の勝ち馬を10頭出した。その中には、1924年のダービー馬、サンソビーの1933年の二冠馬、ハイペリオン、セントレジャー優勝のスーインフォード、後にタネボ馬として大成した、チョーサーなどがいる。他にも、 タバノン死者の馬を預かり、1917年にダイアデムで千ギニーを飼っている。この時代はアメリカの競馬がイギリス競馬界を席巻した。というのも、アメリカでは荒烈な競馬禁止法が成立してしまい、アメリカの一流の調教師、機種、馬主そして競争馬が皆イギリスへやってきたのである。イギリスでは、 ジャージー規則を作ってアメリカ決闘の侵入を食い止めようとしていたが人の流入は食い止める術がなかった。ラムトンはアメリカ人騎手のトッドスローンが披露したアメリカ流の新しい騎乗スタイルを酷評した。スローンでなければあんな劣悪な馬で勝つことは不可能だと言ってスローンが優秀な騎手であることはラムトンも認めたがスローンが 柄の悪い取り巻きと交際していることを咎めていた。スローンは八尾町で私服を肥やしているとの噂が絶えなかったが、1900年に当時の工学競争の一つケンブリッジシャーハンデで、レース前に他の騎士たちに金をばらまき、自分を勝たせるように工作していることが暴露され、ついにイギリスでの騎乗が禁止されてしまった。この不正を暴いたのはジョージ・ラムトンの兄である。 ダラム白爵だった。一方、ラムトーンが高く評価し、一目置いたアメリカ人にエノク・ウィシャード調教師がいた。ウィシャードはアーマを買ってハンデキャップ競争に出走させて勝つことに長けており、1900年に54勝を挙げてイギリスの調教師チャンピオンになった。ラムトーンは、ウィシャード不正な手段を取らずに、ボンバを走らせる天才と評価した。ところが、 後になってこれもダラム伯爵によって不正が暴かれたのだが、ウィシャードはアマにコカインを投与していた。ウィシャードはアメリカのイカサマ氏と結託し、巨額の資金を複数の賭けしに分散させてかけさせ、薬物投与によって興奮した馬を走らせて不正な利益を上げていたのだった。当時のイギリスには競争馬への薬物投与に関する知見がほとんどなく、ラムトンとダラム伯爵の兄弟は、 薬物投与の実証実験を行って、効果を確認し、ジョッキークラブに諮って、イギリス競馬での薬物投与禁止のルールを制定した。当時のラムトンとアメリカのトップ調教師、ジョン・ハギンズとのやりとりが残されている。一方で、ラムトンは、アメリカの進んだ調教技術や柔軟な球児、軽い低鉄と優れた策定技術を高く評価し、積極的に採用した。 ラムトンは1921年からアガカーンからも競争馬の購入を委託されており、1922年にはセリー置で当時1歳のムムタズマハルを生み出し、アガカーンの代理人として9100ニーで競り落とした。この落札額は当時の歴代2位の高額だった。ムムタズマハルはスプリンターとして活躍したが、繁殖品馬として優れた産駒を排出し、 子孫たちの成功によって、アガカーンは競争馬生産者としての巧妙を築いた。アガカーンは所有馬の調教もラムトンに依頼したが、ラムトンは、旧社が手一杯であることを理由に辞退した。17代ダービー白爵は、高齢になったラムトンが、調教師としての職務に耐えないとみなし、ラムトンを、専属調教師から外して若い調教師に後を継がせたいと考えるようになった。こうして、 1926年に、ラムトンは、ダービー伯爵専属調教師の座を、フランク・バターズ調教師に譲った。しかしその後も1931年まで、ラムトンは、ダービー伯爵のスタンリーハウス牧場で競争場の管理や調教を行った。その翌年、スタンリーハウスに送り込まれた二歳馬の中に、調教で全く動きが悪い、ひときわ小さな二歳馬がいた。 関係者は、この2歳馬を見限ろうとしたが、ラムトンはこの馬に大きな素質が隠されていると強く主張し、その馬はそのまま置かれることになった。これがハイペリオンである。ラムトンが73歳の時に、ハイペリオンがダービーを勝ったのを機に、17代ダービー、白尺はラムトンに引退してもらうことにした。公認には、コレッジリーダー調教師が迎えられた。しかし、 扱いにくい性格のハイペリオンは、調教師が変わると投資を見せなくなり、その後は平凡な成績に終わった。ハイペリオンがコバになってから成績が落ちたのは、ハイペリオンとコレッジ調教師が不仲だったからだ、という説がある。ハイペリオンはコバになって、ゴールドカップに出走する直前に、たまたまラムトンを見かけ、休務員の言うことを聞かず。 ラムトンの元を離れようとしなかったという逸話も残されている。ラムトンはスタンレーハウスを離れた後フリーの調教師になり1945年に没するまで調教師の仕事を続けた。ラントンの読みとして山の伝説の名牌地はランブトンと読んでいるが他の日本語文献はすべてラムトンと表記しており、本校ではラムトンで統一する。 英語文献ではしばしば、ザ・ホン・ジョージ・ラントンや、ラントン・ホン・ジョージのように表記される。本は、ザ・オナラブルの略で、その人自身は爵位を持たないが、貴族の子であるものに対してつける継承である。スタンデー・ハウスは長く、ダービー家の象徴だったが、18代ダービー伯爵へ、相続される際に、直前に改正されたばかりの相続税法によって、巨額の相続税を課され、 やむを得ず売却された。その後、マクトゥー向けがスタンデーハウスを買い取り、シェイクモハメドが再興した。かつては、ある国の競争馬の名前が重複する場合、馬名の後に、アイア2など、ローマ数字をつけて区別していた。従って、当馬の馬名はあくまでもキーストーンであって、イギリスには同名の馬がすでにいたのでキーストーン2と表記する。 仮にこの馬をアメリカへ連れて行って、アメリカにはすでにキーストーンが似ていたならば、アメリカでは、キーストーン3と表記されるようになる。ありがとうございます。